サー・フランク・ウトゥオファギオロ・カブイは、ソロモン諸島の法律家。2009年から2019年まで、同国の総督を務めた。聖マイケル、聖ジョージ勲章のナイトグランドクロス、ソロモン諸島のクロス、大英帝国勲章受章。1946年にマライタ島に生まれた。1975年にパプアニューギニア大学を卒業し、ソロモン諸島初の法科卒業生になった。高等裁判官、検事総長のほか、ソロモン諸島弁護士協会会長を2度務め、総督に任ぜられた。総督の選挙は国会で行われた。その結果、第4回投票で、カブイが30票、エドマンド・アンドレセン公共サービス委員長が8票、ナサニエル・ワイナ前総督が7票を獲得し、カブイが当選。なお、立候補者の3名は投票しなかった。候補者名簿には他にも、元首相のピーター・ケニロレア国会議長など5人の名が上がっていた。カブイの当選を受け、女王エリザベス2世から正式に任ぜられ、ソロモン諸島の事実上の国家元首を務めることとなった。独立31周年の記念日である2009年7月7日に、ローソン多摩競技場で宣誓式典が開かれ、数千人が見守る抽選制を行った。式典にはソロモン諸島王立警察の儀仗隊が使わされ、パレードの最中ずっと敬礼を行っていた。その翌日には、首都ホニアラで1975年のパシフィックゲームズにおいて、ソロモン諸島代表として初の金メダルを獲得したジム・マラウを表彰した。マラウは独立記念日に毎年ローソン多摩競技場で表彰されている。同年10月9日に、聖マイケル、聖ジョージ勲章のナイトグランドクロスを賜った。2014年より2期目がスタートし、2019年7月に退任する。ありがとうございます。